どうも、清高アウトドアの清高です。今日はですね、普段からお世話になってる、アングラーのヤスさんと一緒に城ヶ島に釣りにやってまいりました。最初はですね、城ヶ島の対岸、三崎港でですね、ヤスさんはエギ、僕はメタルジグを投げて、イカや青物を狙ってたんですけども、なかなか釣果を出せず、サビ削りでもやろうということで対岸の城ヶ島にやってきた感じです。いやでも久々のサビ削りだったんですけどもね、こんなに楽しいんですね。ヤスさんが先にちょっと釣っちゃったんですけどね。今ヤスさんはあのオキアミモデルの、ピンクのサビキを使ってました。で僕は、この時ケイムラサビキっていうのを使ってたんですよ。そこでちょっと采配が分かれちゃったんですね。やっぱ読みの世界ですね、サビキっていうのは。どうもヤスさんに軍配が上がりまして、僕もねちょっとヤスさんの仕掛けをそっくりそのまま使ってですね、釣り始めました。でやっと僕も相かかったんですね。でもこれは、はい、すれがかりです。あの口で食わずに、体にちょこっと引っかかって釣れたってやつですね。まあでも近くには寄ってきたということなんで、まあ、このままこの仕掛けで、やることにしたら、やっと次は、口で釣れてくれました。この後もですね、ヤスさんと僕どんどん持っていくんで、ご覧ください。それとね、あのサビキ釣りに行くとき、あのサビキ4種類ぐらい持ってった方がいいと思うんですよ。やっぱね、その天候、その潮、その日によって、その時期によっても違うと思うんで、あとそこにいる魚、イワシとかアジ、まあ、いろいろいると思うんですけど、それによって全然変わってくるんで、まあ、4種類ぐらい持っていくのがいいんじゃないかなと思います。それと今あの僕のこの磯竿なんですけど、これ持ってる位置おかしいですよね。ちょっと長すぎました。手返し考えると短めの方がいいのかなと思いましたね。はい、で僕はですね、この後このイワシを使って泳がせ釣りを始めました。で目にかけた方がいいのか背中にかけた方がいいのか分からず、今回はちょっと背中の方に針をかけて、投げてみることにしました。でね、僕これ編集して気づいたんですけどもね、この自分のこうスイングっていうんですか、見せてくださいね。すごくこうダサいですね、これ。なんかね、たまにこうダサくなるんですよね。無意識で投げちゃったらダサいんですね、これ。釣れたイワシの種類はですね、マイイワシとウルメイワシがどうも釣れたっぽいですね。僕大体サビキの時はね、あのヒコイワシ、あのカタクチイワシかアジを釣ってたんですけども、このマイイワシとウルメイワシっていうのは初めてでしたね。はい、じゃじゃん、逆だね。で泳がせの仕掛けを一度上げてみることにしました。ただこのね、あの城ヶ島周辺には今の時期ね、どうも糸昆布みたいなね海藻がいっぱいあるんですね。だからね、泳がせしたところでイワシなんかすぐ死んじゃうんで、多分その藻に埋もれちゃうっていうか、すごい藻なんですよ、これですよ。多分中ボーボーだと思うんですね。はい、だから埋もれちゃっててね、藻に埋もれちゃってる状態ですね、これ。ダメだったと思うんですよね。ですぐ諦めました。いい海タナゴですよ。そしたらヤスさんがですね、海タナゴを釣ったんですよね。結構デカめでした。これ煮付けにすると美味しいんですよね。鱗をきれいに取って煮付けにするとすごい美味しいです。で、ヤスさんはエギ、僕はメタルジグをやり始めました。しかしですね、サビキの方が忙しくて忙しくてですね、なかなかルアーをやらせてくれない状態でしたね。はい。なんかちょっと落ち着いたなと思ったらまた波が来て、落ち着いたなと思ったらまた波が、軍団がやってくるみたいな、そんな感じのずっと繰り返しでしたね。これが夜まで続きましたんで、サビキ釣り行きたいなとか参考にしたいなって方は最後までご覧ください。何かしらヒントがあるかもしれないです。ないかな、わかんないですけども、まあでもなんせ楽しいですよ、サビキ釣りは本当。
あ、でもあれですね、竿が長すぎちゃダメとか、あのスイングはダサいとか、まあ悪い見本でいいかもしれないですね。ちょっとちっちゃめなんでリリースします。長めの竿もね、いい時もあるっちゃあるんですよ。あのどういう時かっていうと、あの足元にね、群れがやってこない、ちょっと3メーター先とかね、4メーター先とかにやってくる時もあるんで、そういう時は長めの方がいいですよね、はい、でもね、基本は短めの方がいいのかな。なんかこの時はそんな感じがしました。はい、まだ釣れてます。はい、ウルメまた回ってきた。開いてない開いてないまだもうまた釣れてきた。釣れてる釣れてる。また同じ組んでいくのかよ。ウルメ、ウルメです。ウルメ、ピントが合ってないですかね、これ。大丈夫かな。ダブル。卵2匹。2匹。卵はリリースしますね。あ、卵リリースですか。はい、入ってくんないの。入ってくんないぞ。やばいやばい。あ、来て。イワシだもん。カメラ合わせてくれてる。またイワシ。ウルメですね、全部大体ウルメ、ウルメです。でですね、ここであのヤスさんがトイレに行った瞬間にですね、あのヤスさんの方に竿がかかりまして、2連だったんですね。2匹かかったんですよ。でそしたらですね、取ろうかなと思ったら1匹落としちゃったんですね。でそしたら僕の竿までかかっちゃったんですよ。でこう2つこう上げることになったんですけど、どうやって取るんだって話ですよね。で結局自分の方も怒っちゃったっていう、後先を考えないで一体何をしたかったんだっていうワンシーンでした、これは。はい、卵、海卵、ウルメイワシがいっぱい釣れて、海卵もいっぱい釣れました。最初はあの岬の方で釣ってたんですけど、どうもこっちだっていう情報を聞いて、 DK さんが途中ツイートでそっちじゃないってなってじゃあこっち来ようってなって、ここで釣ることになったらもうすぐ釣れましたね。落ちる、落ちる、これ。楽しい。
やっぱ片付けしたらまた釣れちゃいました。これヤスさんの竿に終わらせてくれませんね今日の魚たちは。はい、まだまだ釣れちゃってます。ヤスさんと僕でここで釣れました。楽しかったです。まだまだいますね。いやー、久々のサビキ釣り楽しかったです。釣れた魚はですね、ヤスさん家の食卓に並びました。刺身だったり、唐揚げになったり煮付けになったり美味しそうですよね。それではまた、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。